いつも ADMJTV をご覧いただきましてありがとうございます。お供の稲垣です。そして小林でございます。よろしくお願いいたします。さて、ただいまの時刻9月30日の、午後1時45分。はい。ということは、9月30日12時半からですね、この ADMJTV は生配信ライブをさせていただきました。はい、本当にその撮影皆様ありがとうございました。当初30分の予定で私たちは構えていたのですが、全くもって前に進まず、とうとう1時間近くの配信となりましたことをお詫び申し上げ、申し訳ございません。そして最後までお付き合いいただきましたことに感謝申し上げます。ありがとうございます。そしてその時にたくさんいただいていたコメントがあったにもかかわらず、全くもって読めなかった皆様、本当に申し訳ございませんでした。ということで、今ですね、本当はこの生配信終わった後は、通常の配信用の収録をする予定だったんですが、急遽予定を変更いたしまして、生配信で、お答えできなかった部分、はい、コメントをいただいた方へのお答えを用意していた部分を、ここでちょっと集中して全部、はい、ここに撮ります。はい。で、それをひろんちゃんに、やはり早めに配信してもらいます。はい。なので、生でのコメントのやり取りはここではできなくなりましたが、どうぞ、嫌いにならないでください。はい、あったよね。とかのことは嫌いにならないでください。怒られるぞ。はい、よろしくお願いします。はい、さあ、ということで、ごめんなさい。本当にすいませんでした。はい、確か、どこだ ?11 番目の質問から、はい、行くんですね。はい。新シュリンクレザーの白金はグレーがかったホワイトかなと思っていますが、白金とオイスターグレーとは全然違うと思うのですが、ウイスとフォレストグリーンどれぐらい違うのか、32センチトートで比較していただけたら嬉しいです。はい、ということでした。はい、まず白金、はい、32センチのトート、これが新シュリンクの白金、はい、はい、そして、はい、これがシュリンクレザーのオイスターグレーです。結構違いますよ。違います。これぐらい違いました。はい、はい、もうこう見ると白金は白かってなっちゃうね。はい、なんかダウフィンありますかね。ダウフィン、モスワルトのダウフィンが、そうそう、比較的この白金に近いかなと思うんですが、うんうん、モスワルトのダウフィンとオイスターグレーのちょうど中間色が、はい、この白金、そうですね、はい、ちょっと白金が真っ白に見えちゃうといけないので、はい、このグレーとの比較によって、はい、またね、ちょっとここで急遽ライブ配信のように平野さんに出してました。ありがとう、ありがとう。これが、ちょっとサイズは違うんですけど、ダウフィンです。はい、モーツァルト。モーツァルトのダウフィン。だから、こうだな。はい。わかった。ごめん、ごめん、ごめん。ごめん、こうだ。はい。こうすればいい。はい。だから、これが白金。ダウフィン。ダウフィン。そして、オイスターグレー。結構違いますね。結構違いますね。禁断のグラデーション展開。本当ですね。でも、もうシュリンクレザーのオイスターグレーはないので、うん、私たち ADMJ としては、白金とダウフィンが、はい、今後展開されるカラーだと思います。うん、はい、まあ。そういうふうに変わっていった。はい、もちろん、今後、シュリンクレザーの新シュリンクレザーで、オイスターグレーに近い色っていうのは、新色で出てくると思います。はい、で、この大様が白金がどういう白なのか。はい。これ何？アク？はい、これですね。例えばトープとどれくらい違うのかな？はい。はい。じゃあちょっと白金だけ残します。はい、白金を残して。はい、こちらがアク。はい、これがアクです。新しいシュリンクレーザーのアクです。はい、これがアクです。はい、で、はい、これが従来のシュリンクレーザーのトープです。トープです。こうね。はい、これ、アク。シュリンクトープ。のトープ。はい。従来ですね。だから今後はこのアクになってくるわけです。はい。で、それとこの白金が比較するとこのぐらいの違いです。はい、ご納得いただけましたでしょうか。どうぞ、はい、うん。そして次、はい、新シュリンクレザーのウグイス。ウグイス、はい。はい。と、従来のシュリンクレザーのフォレスト。ウグイスとフォレスト。すみません、物が違う。はい。ちょっと物は同じではないんですが。はい、これ全然違うね。はい。ウグイス。ウグイス。フォレスト。はあ、
ちょっとこう明るくなる。こうね、大様からね、YouTube では実物より全体的に明るめに映っている気がしますが、いかがでしょうって。ごめんなさいね、ちょっとね、お客様のデバイスによって、うん、はいはい。色の見え方っていうのはだいぶ変わってくると思うんですけど、うん、特に iPad なんかは明るさがこう自分でね調整、すごい明るくなったり暗くなったりできるので、はいはいはい、かなり見え方っていうのは調整によって違うと思う。これちなみに、うん、モーツァルトのフォレストです。はい、モーツァルトのフォレスト全然違うね比べ、うん、これ結構私が今見てるモニターではかなり、肉眼と同じです。はい、このぐらい違いは明確に今出してはもらってるんですが、うん、ちょっとお客様の媒体で従来のシュリンクレザーのフォレストは、はい、今後あまり一つのバッグとしては、まあ、部分的には出てくると思うんですけれども、これね、そうですね、これね、ごめんなさい、こっちね、はい、なくなってきて、これがなくなってきて、ウグイスがモーツァルトのフォレストいいですね、はい、このあたりになってくると思います、はい、というニュアンスです。お分かりいただけましたでしょうか、はい、こちらが、ごめんなさい、生配信ではお答えできなかった大様からの質問でした。はい、じゃ続いて、天様。天様。でも天様は、うん、アールデコのボストンやりました。すいません。そう、これ配信の中で多分一緒の質問だったので、ちょっとインクルーズさせていただきました。はい、じゃ続いて、千代子様。はい。薬品長さんの。はい。ホワイトスネークのウォレット。と付きモバイルショルダーを持つ際の2個持ち等とアドバイスしてほしいです、はい。ホワイトスネークのウォレット付き、あ、これか。はいはいはい。これを、うん、もう一つ2個持ちすると。2個持ちすると、はい。何がいいか。何がいいか。じゃあまず私パターンとして小林さんが考えてくれました。はい。長谷さん、このバンブーお好きでしたね。好き。違うよね。言っていい、うん、本当にこんな、いいですか言って。今、自分の影が下に映ったんですけど、はい、猫がいるのかと怖いから、応援してくれてるから、お家の猫が、ね、本当にびっくりした。今これ一瞬声を失ったんですよ。ごめん、猫のことが気になる子供たちがね、子供たちがいるんです、すいません。ホワイトスークのモレット付きショルダーバッグオブサイド、あ、バンブー、宮崎さん、そのバンブーお気に入りでした。どうですか、可愛くないですか。すごい素敵。ほら、ちょっといいところのお母さんになったでしょ。すぐいいところ、憧れの、私の次に生まれ変わったら絶対にいいとこの奥さんになる。いいとこの奥さんですよ。いやいやいや、うん、私は自力で働く女。これいいとこの、生まれ変わっても自力で働く女ですよ。これどうですか。あ、これ、いい、これ私、いい、これ小林さんがちょっと考えてくれた、はい、素敵です。もう一パターン、レイコさんのため。レイコのためですか、はい、これどうですか。これか、秋冬で、秋冬、はい、秋冬いいですね、かわいい、いいですね、はい、なんかちゃんと考えてる感じの人になるわけですよ。考えてる感じの人ってどういう意味ですか。大事なんですよ、考えるってことは。そう、考えないと脳がどんどんとサボります。そうなんですよ、私最近仕事をしていて、はい、ある事件がたくさんあって、いやもうびっくりするぐらい考えてない人ってこんなにいるんだって、ちょっと悲しくなりました。本当ですか、はい、いやもう本当、脳みそちょっと鍛えないと、私ももう、本当に。ぼーっとしてると、えらい目に遭うんで。はい。はい。はい。ですね、こんな感じ。これ、レイコパターン。レイコパターン。じゃあ、クミコパターンを押してください。はい、ありがとうございます。はい。もう、すり猫ちゃんがいるんで、びっくりしない。本当さっき今、なんでこの、ふっと思って、何かが動いたと思ったら、自分の足の影なの。いつも ADMJ をご愛用いただき、ありがとうございます。それでは、クミコパターンを展開したいと思います。二つ私もご用意させていただきました。よいしょ、猫いなかった。はい。なんかね、やっぱり、あ、よく見えてよかった。私ちょっと今日白だった。スネーク、はい、ね、いいですよね、私大好きです。どうですか、ちょっと私向きいいのかな、これ。こう、うんうん、ナイロンのこうカジュアルなものを持つのスネークいける、いける。だこれはちょっとこうスネークというリッチ素材なんだけど、ね、このショルダーにすることによってカジュアル感が出るのね。何したいんですか。向きが違うな。何向き、こうかな、同じこと。同じ同じ、あ、そうしたい。あ、こうしたい。はいはい。なんかこういう感じ。うんうん。が可愛いかな。はい。そして、
もう一つモーツァルトパターン。ちょっとこれ懐かしい。可愛くないですか？それ一番クミコっぽい。ね。うん。このダウフィンホワイトパーライズ的な感じ、うん、はいはい。なんかやっぱり私癖でこういうの持っててもどうしても手にこう持っちゃうんですよね。あ、う、あ、ん。手を添えるっていうか。してるね、そういえば。うん、見る見るそういう姿。そうなんですよ。だからなんかこのつながりが可愛いかなと思います。ね、このボトムデザインまだきっと在庫があると思うので、はい、このポーチとのコーディネートいかがでしょうか。気に入っていただけたらと思います。はい、ということで千代子様からの質問でした。はい、続いて、はるか様。はい、じゃあ稲垣さん得意なところでお願いいたします。あ、これか。ハンバーガーだ。はい。はい、ハンバーガーのバッグの肩掛けのバランスや小さめのバッグとの2個持ちの提案があればお願いします。ちなみにマロンを購入予定です。マロン、マロン、あった、マロン。これを購入予定。私もこれにしようかな。私、ホットドッグ買いました。あなたホットドッグ。私、ほら、師匠、師匠がいるんで。ハンバーガー、そうですね。あちらはハンバーガーじゃないんですけど、ハンバーグーなんですけど、はい。こちらは、これを、これ購入予定？あ、いいかも。どうすんだっけ？あ、日本語使わない。これはこの辺でしょ。色揃えて。はい。こちらあたりですか？はい。こちらあたりですか？こっちか、こっちかな。こっちが好きだな。可愛いと思いますよ。こっちが好きだろうな、相当良くないですか、その日本語。あ、ことし、これ、こういうこと？今、ねねさんの袖がパフパフ。袖パフパフで入らなかった。ごめんね。これ、もうこれ、これはいいよ。ね、うん、これ上がるな、これこれ。可愛い。これこれしか見てない。可愛い。いや、カット軽いね、やっぱりね。うん。本当に軽いし、バフバフ入るしね、これね。ね。いいね。やっぱモバイルポーチ秀逸、優秀ですね。優秀ですよ、これ。私も旅行の時はもう最近それ必ず持ってます。うん、黒で。私は黒。私は。あなたは、ダウフィンです。ダウフィンで。やっぱりなんか元々ダウフィンと。黒の女ですね、うん。でも私ね、この色好きかも。あ、フォレスト。それシュリンクレザーで、うん、従来型のシュリンクレザーのフォレスト、うん、ダークですよね。ちょっと長谷さん、これモツあると思ってください。モツモツ。はい。この色。いいよ。はい。長谷さん、こちらのブラックですよね。そうです。私これのブラックです。ちょうどストラップも同じ色です。はい。黒と赤で意外と差し色になるんですけど。はい、これも可愛いじゃないですか。もしかしたら、ここをこういう明るい色なの で、ね、このストラップが邪魔にならないね。逆になんか楽しくポップになるんだ。うんうん、おしゃれ。これいいかも。デニムだったりしたら可愛いと思います。いいかも。これちょっと、どうでしょう。はい、はるか様。はい。ちょっとこんな感じをご提案させていただきました。はい。はい、ライブ中にできず申し訳ございませんでした。はい。はい。続いて。そして。はい。次も、れいこさんの。レイコさんの、はい、レイコさんがレイコさんお見せするちょっと好きだったこちらの、はい、フィボナイラの入り口ポーチ、はい、こちら、ユンハルさんが、はい、購入予定です。おうおう、検討中です。検討中、はい、絶賛検討中、はい、絶賛検討中、はい、商品説明でも稲垣さんが財布、携帯などを入れてくださったんですが、うんうんうん、モーツァルトのスワロスキーキーリング付きのケースと、はい、携帯、エコバッグなど入れたいのですが、はあ、プラスアルファで他に何か入らないか教えていただきたいです。350ミリのペットボトル入りは入りますか、はい、もちろん単体で寝かせた状態。350はすいません、入りませんでしたので。え、何ですか、入れてないです。まあ、これで稲垣さん入れてみてください。はい、350ミリ、これ何ミリ。これは290ですかね。なかなかね、このサイズ売ってないので、ペットボトルは諦めていただいた方がいいかもしれない。うん、それだけ入れたら他入らないよね、あんまりね。多分ね、これ、うん、ごめんなさい、これが何ミリサイズかが全然見えない。書いてある？あ、ごめんなさい、お願いします。ちゃんとお伝えしましょうよ。290です。290。これ290ミリだそうです。290、縦無理です。はい。はい、横、これは290は横入りますが、うん、他のものね、果たして他が、この厚みで入るかというのと、あんまり寝かせて私ペットボトルを入れるのは、個人的にはおすすめしたくないので、多分350ミリペットボトルは入らないかと思います。はい。ので、やめよう。で、これはじゃあ、外すね。すね、はい、で、なんだっけ、モーツァルトのスワロフスキーキーリング付きの
はい、このこれとか、あとエコバッグ、エコバッグはなかったですか？エコバッグないんですね。はい、はい、まあ、でもエコバッグと書いてあって、ハンカチ、まあ、ハンカチ2枚もいる、これ1個でいいよね。はい、じゃあ、まあ、ちょっと厚みのあるタオルハンカチのにしますね。はい、でコインケース、コインケース、それを入れようか。入れたね。はい、私ね、そして携帯、うん、携帯か、あとは携帯って、スマートフォン突然消えないでください、ね、いやいやいや、ほら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 、あ、そういうね、こうちょっと待ってね。まあ大きい、あなたのスマホを借りました、はい、これ借りました。はい、これまだ入るの、私はやっぱこの時期なので絶対今アルコールスプレー持つでしょ、うん、なので私今使ってるのこれ100円ショップでね売ってんの知ってた？でも売ってますよ、ね、あ、そうなんだ、はい、このサイズ便利だなと思って、あの手洗い行くときに公共のお手洗いでシュッシュするのついてること多いですけど、若干なんかちょっと、まね、たまーにないので、私も持ち歩いてます。これはね、手にシュッシュするやつ、ちょっとペンタイプの、私細いの好きなんで持つんですけど、こう両方ほら、お尻の用と手用は別にするわけよ私はね。そんな、そう、私一緒ですね、すいません。本当？うん、一緒です。で、これで、これで。まあ、アルコールだから一緒なんだけどね。これだと入るね。はい。入ります。あとは、あ、エコバッグありがとう。こういうのは入るし、エコバッグ、エコバッグを入れての、今、携帯も入って、スマホも入ってて。で、コインケース。コインケース。はい。で、まあ、これ、ちょっと、これで入れてみようか。これで、今、ここまで入れました。はい。で、入ります。という感じですか？はい。大丈夫ですか？でも、それなりに入りますね。うん。私なんかスマホと、まあ消毒、タオル、ハンカチ。うん。あと、まあ、コインケース、オーガナイズパース。オーガナイズパースが入ればいいかな、うん。マックス入れたい状態が知りたいんですって。うん。ショルダー一つで出かけたいので、容量。え、絶対必要なものって何？私、財布、スマホ。財布、スマホ。この大きさ？あの、すいません。普通のないかな。この大きさが入れば普通のも入りますよ。大は小を兼ねる。そうだね。じゃあ、私は割と普通。ちょっとここポチが出ちゃってるけど、はい、これでも入れて、コインケースいる？まあ、でも、私ほとんどコインを。オーガナイスパースってなかったっけ？オーガナイスパースを。そっちにする？でも、違う違う。家の鍵と。家の鍵と。2個入れたくないですか？そうか。じゃあ、家の鍵、スマホ、オーガナイスパース。え、オーガナイスパース入る？あ、きつい。ギリ。うん、ちょっとね。あー、閉まらないって感じですか？あ、開いちゃう。オーガナイスパース入らない。入らないです。入らないです。はい。これにしてください。これに、じゃあカードと。カードと、あとお札折りたたんで必要な分だけ入れる。はい、で、コインもここに入れる。はい、で、あとは、スマホに、ウォレットしといてください。はい、私そうしてます、はい。はい。で、そうすると、やっぱり欲しいのエコバッグ多分いるんですよ。ね。はい、帰りね。これは入れると。で、あと、手は、拭きたいじゃないですか、自分でね。で、そういう時は、じゃあちょっと薄手のハンカチにしとこうよと。はい、にしとればまず安心と。でも、アルコール分は1個は持って歩かなきゃ、ちょっと今時期ダメだと。で、これで行くと、これを横にすれば入る。これで、今、マックスです。閉まります。あ、ごめんごめん。これでマックス。で、大丈夫。はい。これ大丈夫。って感じですかね。はい。ありがとうございます。これで出かけられますかね、ユハイ様。大丈夫？はい。はい。って感じです。ちょっといろいろとご自身の小物たちを工夫してみてくださいませ。はい。はい、他なんかある？この方。はい。はい。これで、はい。大丈夫です。大丈夫ですか、はい、この他の話はいいのかな？この話。はい。イタルペルン。あ、ベジタブルタンニンは先ほどライブ配信でやりました。あ、経年変化をお見せしました。はい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 、OK です。OK です。ありがとうございます。はい。ということです。はい。ありがとうございました。はい。怒ってない。続いて、はい。ゆうこ様。ゆうこ様。じゃあ私が対応させていただきます。はい。はい、ちょっといろんなものを、こう、私物も混じっちゃってて、はい、ごめんなさい。後で整理します。はい。ゆうこ様からは、はい。スモールウォレットのお札と小銭がどれくらい入るのか。はい、使いやすさなどを教えてほしいです、はい。はい。まずここからいくつかご質問があるので。
スモールウォレット、こちらの最近 ADMJ で、ご案内しているこの2つ折りのスモールウォレット。フィバナイラの可愛いですよね。こちらに、今、まあ、小銭、結構誰これ入れたのっていうぐらい。すごい。こんなに入れたら取りにくいんですけど、はい、こうまあ、笹待ちがついているので、はいはい、まあ、今、ちなみに、これ、ザクザクしてますけど、このぐらいは入れてました。はい。こんなに小銭ためないでください、お客様。うん、小銭は随時使っていきましょう。はい。まあ、このぐらいは入ってました。そして、まあ、カードは、さつこち。ここに。1枚。はい、2枚。3枚。ブルだったら怖いよ。そうですね。反対側にも同じだけ入りますね。はい、3枚。はい。ということで、計6枚。計6枚。はい。まあ、お客様によってはこれ2枚ずつ入れたりする方もいらっしゃる。薄いのあるね。たまにスーパーのポイントカードとか、うん。そのぐらいだったら入るかもしれないんですけど、できれば、まあ、膨らまないように1枚ずつがおすすめかなと思います。はい、そして、こちらに。これお札と同じ大きさの紙なんですけれども、はい、それが20枚。20枚。なんかパラパラパラって数えられたらかっこいいですね。数えられません、ちなみに。はい、余計な情報でした。そしてこちらに20枚。まあ、20枚最近はね、入れないですかね、うん。10枚ぐらいですかね。知ってる？今日の私の財布。知らないです。1000円しか。でもこの前私も現金が1000円もなくてちょっとドキドキして生きてました。ねえ、やっぱ不安になりませんか？万が一。そう。なんか他の、ね、IC カード使えないって時に、うん、いや、ダメかなってちょっと思ったりもする、うん。うん。ですよね。そう、でもちょっと銀行行く暇なくて現金がなかった。はい、本当に私もこの前1000円もなくてドキドキしました。はい、なんかこうだんだんこう ATM に行かない生活がね、うん、増えてくるのかなって本当に、うん、そもそも ATM が少なくなってますよね。そうですね。どん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 町の銀行がなくなって、うん、まあ、コンビニにあるからいいですけど、いいですけどってどういう意味でいいかわからないですか。いいです。いやでも ATM 本当に町になくて困ります、銀行さん。うん、みんなが別にインターネットバンキングやってるわけじゃないんで、はい、あんまりなくさないでください。はい、何の話だ、これの、はい、ミニウォレットの、はい、使いやすさとしては、使いやすさとしては、うん、これ実はすごく綺麗に作られているお財布なので、はい、ここにも領収書を入れられますし、うん、あとはサイズ的にこの2つ折りのウォレットすごく少ないので、うん、小さいバッグに入るよね。小さいバッグに。マイクロミニとか。入ります。はい。ありますかね、ヒロちゃん。すいません。フィバナイラ、フィバナイラで。はい。かわいいね。こんな生活ができた。本当だね。どうですか？入れても余裕でね、やっぱりちっちゃいから。はい、23センチボストンなんかにも、うん。使いいただけると思います。はい。これが一つの質問で、はい、同じそのゆうこ様からは、はい、マジックライトトリコットダブルトート34センチは、はい、マジックライトポーチと組み合わせて旅行にいいなと思ったりしています、はい、どうでしょうか。はい、もうね、稲垣さんも愛用してくださっているこの大きい34センチのマジックライト、はい、これこんなに大きいのに軽くて、はい、そして、今日有給取ってる島田くんが、はい、整理収納アドバイザーとしてね、はい、おすすめしている、はい、こちら、これもう最高ですよ。これ同じ色で揃えてしまってるので、はい、で、先日私のね友人が週に3回ぐらいゴルフに行ってる人なんですけれども、ゴルフ用のバッグとして、ね、週に3回そうです、ね、何してる人プロか、いや、まあ、本当にゴルフを楽しんでいる友人、そんなに行ってないよってライブ配信じゃないから書き込みできないでしょ。だから買ってくれたんですけれども、はい、ね、ゴルフに行くのにマジックライト生活を始めたいっていうので注文してくれました、うん、やっぱりサイズ的にすごくいいと思う。そうなんですね、はい、いやでも確かに
最近、ここに来るときはこれですね、はい。私もこのサイズですね。ねえ、マジックライト。私もこの大きさ買えばよかったって思って。いいだろう。このサイズ出てこないんですよ。え、そうなの？もうね、次の展示会にもこのサイズは出てこないし、だから今あるものを買っていただかないと出てこないかもしれないので。まだありますかね。ありますかね。でもちょっとだけですよね、本当に。うん。なので、そう、早めに、はい、オーダーいただかないといけないかもしれないですね。はい、すごい便利ですよ。大きいなと思ったんですけど、うん、ね、これ必要だよね。大は小を兼ねます。そういう時があります。はい。ね、なんで、あっと思っても、はい、ごちそうさまっていうので、そこにね、つながってないんですよ。あ、そうですね。はい、ロケ弁入ります。ロケ弁持って帰っちゃうの、ロケ弁。そうなの、はい。はい。ありがとうございます。そして、はい、続いては。続いて、この方ね、はい、もう一つありますよ。はい。あ、でもどうなんだろう。革の種類と手触りなどの違いを教えてほしいです。はい、リバティソフト。シュリンクとモーツァルトは持っているのですが、はい、リバティソフトのイメージがわからないので教えてください。はい、これ、ちょっとお受験等々の、はい、お受験バッグの、リバティソフトなんですけれども、そもそもキオリのテクノロジー社の革っていうのは、革の表面を少しペーパーで、紙やすり的なもので、こう取って銀を取っていって、その上に、リキッドフィルム、を熱と圧力でこう革をローラーの中に入れてってね、うん、機械の中でシューシューっていう言い方もよくない。蒸気？いや、もう、ミスト？その、顔料が出てくるんですよ。吹きつけが。吹きつけて、うん。で、熱と圧力でつけていくっていう形なんですけれども、その後に、日本の和紙、和紙って凹凸があるじゃないですか。はいはい、それをリキッドフィルムの上に乗せて、型押しを出してる。で、この、リバティソフトって本当に細かい、こう格子側の表面の脂肪みたいなのがあるんですけど、それが日本のこれ分かりますかね、ちょっとこういう感じ、日本の和紙でできてるんですよ、うん、そのぐらいリキッドフィルムの凹凸、和紙の凹凸でできてるので、まあ、柔らかくて、うん、しかも撥水効果もあり、うん、とにかくリバティソフト、私キオリーノテクノロジー社の素材の中で一番好きですということでございます、はい。ぜひぜひ、はい、もし店頭にね、行く機会がございましたら、はい、ご来店の前に店舗にお電話いただいて、リバティソフトみたいから添えといてっていうふうにリクエストいただいたら、はい、サーファー店長や山下店長や、はい、そうですね、はい、が揃えてくれると思いますので、はいはい、よろしくお願いいたします。そのままちょっといいですか、はい、私でしょうか、はい、カラムチョさんから、はい、21AW の01009、はい、モーツァルト23センチボストンの、はい、こちらですね、はい、シエナカラメルのバイカラーを持っているのですが、はい、サブバッグを持つならどんなタイプのがおすすめでしょうか、はい、2個持ちする場合のバッグの同士の大きさのバランスなども教えていただけると嬉しいです、はいはい、長木さんこれのブラックマリンですよね、はい、そうです。どうですかこれ、可愛くないですか、ね、2個持ちいいですね、はい、それね、こんなマジックライトの、はい、こうちょっとサブバッグとして軽く持って、うん、こうね、これに秀逸で ADMJ マニアのお客様たちがこのバッグのを持ったら、おばさんやめられないわって言うぐらい使いやすい。で、私もこれのブラックを持っていますが、なんか稲垣さんがどっか行っちゃいましたけれども。自分でちょっとやってみようかな。あ、本当ですか。ありがとうございます。そうするとそのサイズの何を持てばいいの？ブラックある？ブラック。ブラックブラックで登場していただけますか？あ、大きいのでいっちゃう？うん、大きいので。じゃあ自分で。ご自分ので。ちょっとサイズ感大きいですけれども、マジックライトと、モーツァルトの23センチボストンを持つと、レイコどんな風になるか登場してもらいましょう。どうぞ。自分のできたよ。こんな感じです。ありえるのよ。っていうかやってますよ、ね。だって多分これやったもんさっき。こんな感じです。はい、全然ごめんね、いろいろくっつけてみちゃったんだけど、はい、これ私のね、かえこちゃん。こんな感じで。はい、ほんと大きいから、こう、ザクザクこっちには入れて、パッと出したいものとかを、これで出したりとかしてましたので、はい、こんな感じのバランスになるから、いろいろと遊んでみたらいいと思います。はい、
うん。もうね、ほんと素材がこれだけ違っても大きな音がしまして失礼いたしました。はい、こういうものって合わせやすいので、はい、楽しんでください。はい、楽しんでください。そしたら、はい、続いて。続いて。最後の質問かな？はい。そうなんですよ。実はここ、次の質問最後と思ってたんですけど、はい、また、夕べから今朝にかけて、質問が来ちゃってて、はい、で、それに関しては、あまりにも夜中で、誰も会社にいないので、物を用意できなかったので、はい、それはちょっと後日に回させていただいてもいいでしょうか。はい、すいません。なので、次を最後にさせていただきます。はい、花様から、23WS01008 はオンラインストアでは肩掛けができると書いてあるのですが、コートを着ても肩から掛けられるのでしょうか。はい。小林さん、稲垣さんのお二人に肩掛けした姿をお見せいただきたいです。ということで、はい、コートを小林さんに持ってきてもらいました。お願いします。はい。出られなかった。はい。2008番。コート。大丈夫ですか？はい。はい。いつも人生を採用いただきありがとうございます。もうここにこう立つと何ですかね。わかりました。はい。なのでそれ言うと自分が安心するようになっちゃうんです。そうなんです。はい。コートを出してちょっとシンプルなコートに、はい、こういう感じでもね肩掛けできるってこれは割と私のこうアームホールが下の方ではないものなので。こんな感じですけど、ちょっとギリギリ、まあ、ちょっとコートによってはギリギリですね。なんかな。しかもこれちょっと薄手のコートです。うん、でも、まあ、私脇の下がだいぶ下がってるので、本当にお客様によって、でもすごく余裕でできるわけではないという感じですね。うん、多分私ね、今日ね、ごめんなさい、コート着れるブラウスじゃないので、そうでしたね、お見せできなかった、ごめんなさい。大丈夫です。でも、まあ、こう思ってもらった方がいい。と思います、うん、コートを着ずにシュだとワンピースとかだといけますね。そうだね、はい、はい、余裕でいけると思います、うん、ちょっとだから秋、はい、冬の厚手のコートは肩からはかけられないかもしれないと、ね、花様、ちょっと分かっておいていただけるといいかなと思います。で同じく花様から 23WS01012に実際にお財布やポーチなどこちら普段のバッグの中身を入れてみていただき、はい、使い勝手を知りたいです。それではこれにじゃあ、はい、お財布ポーチ普段のあなたの中身これ全開するんですよね。うん、ファスナーが、はい、で小林さんの普段の中身を入れた方がいいんじゃない。あ、じゃあ私のちょっとこれ、はい、本当に今日会社来たな。今日お互い会社とかここに来るためにこれでもし物を入れるとしたらそうですね、うん、ちょっとこのぶっといタオルは置いといて、はい、マスクケース、はい、入れます。お財布は、お財布、今日のお財布は何あ、もうなんかこんなお財布出すと思う。私モバイルポーチのこれの中の付属がすごく気に入っていて、島田くんに仮パクされたんですけど、その後取り返して自分です。これがすごい便利なんです。今これを使っちゃってます。そしてコインケース、はい、使っているやつ、それはまず絶対入れるよね。あとスマホは向こうにもあります、さっき借りたので。はい、で私もこう消毒、はい、消毒入れて私らしいんですけど、すみません、アカデミアこう、あ、そう、絶対入れたい人だよね。そう、今日飲んでないからお弁当の時、そう、はい、出せばよかった。で、ペン、そして私ね、お家の鍵をこのウィズバッグで必ずこう今稲垣さんに、はい、ま、使う時は外側にして、普段はね中側に入れ、うん、そう、心配だから本当便利ですよね。そう、このお家の鍵もこれ結構入るかも、うん、まだ私にデリバリーされてないから、ちょっと実際に大事なスマホだけ入れないよ。スマホ、あ、はい、はい、さっきのスマホで入れて、今このような感じ、結構まだ余裕ですね。タオルハンカチ入るかもね。うん、私のちょっと分厚い、ちょっと入れないと。めっちゃいい、入れちゃう、それ、そんな大きいの入れる。
余裕です。なんかカーディガンぐらいあるけどそんなことない、なんか薄手のカーディガンぐらいこういう自分の家の洗剤の匂いとか好きじゃないですか多分安心しませんか。わかる、自分の家の洗剤の匂い。私ね、私タオルにやっぱアロマとかちょっと垂らしとく人です。うん、私もあのマミリビーさんのアロマリウスだとか、はい、あの北海道行った時のハッカとかやるんですけど、自分の家の洗剤の匂いつ、お家が、はい、仕事中嗅ぎますよ。わかります。で安心、精神的に安心、うん、安定させる。あとあの私結構乗り物乗って、はい、お隣の人がんちょっとっていう時に何気なくするの。あとハンドクリーム、これからハンドクリーム必要になりますね。またね、本当ですね。そろそろ来た、カサカサになってきた。はい、ちょっと見にくいかな。入った、結構入ってます。これここに入れてったものが入らなかったのは、この A4 の書類、はい、ファイルと iPad。iPad。それ入らないわね。あとは、まだシルコット。もうそのぐらいですね。本当だね。はい。だいぶ入りますよ、これ。だいぶ入ります、これ。花園。やだ。まだ早く。私、これの、まさにこのフォレストグリーンを出しました。うん。感じいい感じ。これが曲がってるのが気になる。入ってもこうやって、うん、最近こういうものです、ね、それ欲しくなったいいね、うん、入る入る。でモーツァルトだから柔らかいからね、ちょっと肩にかけたい。23センチボストンより入るかも。はい、入りますね。入る、確実に入る、入る、確実に入る。今そう思った、見てて。本当ですね。いやこれで普段ちょっとこう、すいません、猫はいないですこうやって持ってて、ちょっと肩にかけたいときにスッてなるのいいかもしれない。ね、ね、あ、よかった、買って。あ、ちょっと待って、よかった、買って。はい、わかりましたということですね、はい、あとお二人ともたくさんバッグをお持ちだと思いますが、はい、どのように保管していますか。私はほとんどマトリオシカ方式。わかりあの入るタイプはね、そうですね、はい、こう大きいバッグの中に小さいバッグを入れて、それしてえ、まあ、大切なプレシャスレザー系は、ADMJ の巾着袋に入れて棚にこう置いてます。同じです、はい、そこの棚に置ききれないものは、はい、ショップチャンネルさんで昔買ったラーゼンタールだっけ、はい、ラーゼンタール、ラーゼンタールありますよね、うん、収納ボックス、うん、自分で作る、うん、あれにこう入れてます。あ、そうだ私は小林さんほどの数は持っていないので、はい、まあまあ今のところ家のクローゼットのところに同じようです。あの袋に入れてそのまま載せてあるものと、はい、あと割とこう普段よく使うものはマトリョシカですはい。ちょっとこのバッグいいかも、ちょっと気になってる私も今ですよね、うん、あらら、これなんかちょっとショップチャンネルのオンエアでトライしてみようかな、うん、この良さを今入れたら伝えたくなりました。ね、いいですね。うん、で、もう一個ごめんなさい。はい、花様から、これ、ひらのちゃん持ってきた、はい、あ、チェルボのツヤツヤ。前に小林さんがおっしゃっていた、ひらのさんのツヤツヤのチェルボも見たいです。これもう色変わってきてないかな、いつの？これはでも、何のシーズンだろう。これは19年。3年の時です。3年前、はい、こんなんあったっけ。ありました。これあのこういう形にもなるし、失礼しました、 17AW です。そうだよね、19じゃないよね、はい、もっと前で、ね、これこうなってリュックにもできるよ。あったっけ。はい、川上くんも使ってるよね、黒そうです、うん、若者にちょっとこう、うん、なほら足にはない、後ろにこうの下の方に行く。ああはいはい、確かに小林さんにはないそう、うん、と、まあ、こうなる感じ、うんうん、ですよね。私は普段そうやってクロスボディしてます。うん、チェルボ、チェルボ、ツヤツヤ、色もこれどのくらい変わってるの、経年変化的に。でも色はそんな変わってない、うん、やっぱツヤですね。もっと白がチェルボってあったのが、少しこう、まあ、天然のナチュラルな白なので、それが少し伸びてきて、逆にこうつるっとしたカーフに見えてくるっていう、うん、だいぶいってるもんね、そこのところとか。いってる。だから、うん、ボディの方についてる方だけこうですよね、ツヤツヤ、うん、でもやっぱりチェルボって厚みがあるから、う
結構バッグ自体ちょっと重みがありそうな気がしますけど、うん、やっぱりしっかりしてますよね。そうですね。だからこうグタっていう重たさよりもこの厚みがすごいある、うん、いい革だな本当に。そのこう革のシワ感が出るのが結構綺麗に見えるっていうんですかね、うんうん、いい顔ですね。シェルボなんてもう仕入れられない高くて、ね、まあじゃあ今もしかしたらチェルボたまに出てくるじゃないですか、はい、じゃあもう愛のある限りという感じで気になってた方はそれで出てきた時に、ね、本当に今回9月に小林がイタリアのリニアペレ行ったんですけれども本当に素材が上がっていて、ただやっぱパーニシャの革って本当にいいのでまあいろいろな極上を仕入れてきたらしいです。楽しみですね。楽しみですね。はい。はい。そして、お手入れ方法。はい。お手入れ方法というのがちょっとありましたので、はい、そこを。そうですね。はい。ADMJ は、で推奨しているのは、このコロンブスさんのブラックレーベルの、シリーズがあるんですけれども、こちらの、牛革用ローションをおすすめしています。お手入れ方法として、まあ、こう、革用ブラシっていうのがあるので、まず、簡単にこう、革を、さっさっさっと、ほこりを取っていただき、それで、こういう、通常は多分、こういうものについてたりすると思うので、一緒にね、売ってる時に。はい、なので、少し、革によっては使えないものもあるんですけれども ADMJ のシュリンクレザーだったりモーツワルトにはお使いいただけると思います。起毛しているようなスウェードだったりプレシャスレザーはプレシャスレザー用 のまたコロンブスさんのがあるので皆さんお手入れしてますか？なかなかねして、声が小さいしてないですよね。違う、それから今日もきてるんですよね、苦手感ですね。こうやってやっぱり人間の皮膚と一緒なので乾燥してきます。あ、なのでやっぱりまあ、クリーナーやクリームでしっかりお手入れね、自分の皮膚はさ化粧品使ってあげるのに、まあ、やっぱりね、大切なバッグも、はい、たまには保湿を男性、まあ、保湿すると同時に、うん、これであれば綺麗にね、クリーニングもできますので、はい、大切なバッグですので、たまには、お手入れ。お手入れ、してあげれば、あげるだけ応えてくれますか、はい。なので、ツヤが出てきたり、思いが伝わりますので、はい、ぜひ、お手入れも忘れずにお願いいたします。はい、ということで、たくさんね、はい、もうすでに43分、はい、すいません。で、あと実はプラス8個、はい、その夕べから今朝にかけてきました。ありがとうございました。ちょっとこれ、はい、品番書かれているものも結構あったので、はい、また用意をしてから配信をできるように収録させていただきますので、はい、ご勘弁ください。ね、はい、またいつかライブ配信できるように、私たちもちょっと、うん、やり方を考えて、そうですね、はい、はい、したいと思いますので、今回のことを、はい、一つ反省点は反省し、良、はい、かった点はあったら良かったかな。お客様が見てくださったことに本当に感謝で、はい、そこは良かったです。はい、はい、もう私も稲垣さんもたくさんのお客様にね、うん、一緒にライブを楽しんでいただけたことを心より感謝するのと同時に。はい、すごく楽しかったです。楽しかったです。はい。ありがとうございました。はい。それでは今日もご視聴ありがとうございました。